うん、すごくない？背丈的にはちょっと伸びたかなくらい、前見た時と。私も風で、あ、倒れてってんだ、斜めに。ああ、そういうことね。まあ、放置してたんで、相変わらず草もすごい。結構大きいんだ。うわ、すごっ。よく聞かないですけど、これはもう結構多分乾燥が、別に水分測ったりするわけじゃないですけど、なんかこう、これが全部、はいはいはい、上のやつもこうなってくると叩くと落ちる。この茶色くなってんのが収穫時期みたいな感じでもない。自然乾燥させるんだったらこの辺が開いてきたらもう収穫して、青いのをずっと立てといて乾燥させるみたいなんですけど、部分部分取っていくみたいな感じ。いや、一気に、下が来たらもう刈り取って、うん、葉っぱを落として立てかけるっていう風にやるのがなんかスタンダード。立てられてこれを立てるんだ。あ、そう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 。へえ。最近ちょっと別なことやってて、うん、あんまり見てなかったんですけど、うん、気づいたらこんな上まで開いてくるまで置いといたこともあったんですけど、うん、そうなると下がだいぶ落ちるんですよ、風とかでもあるし、あと大きすぎると多分気候的なもんなのか、うん、まあ、うん、カビが少しこの辺もう黒くなってきたりとかするのがあったりして、は、はいはいはい、これがひどくなってきて、なんか白くなってきたりとか。あ、結構黒い、黒い、うん、で、なんか中身も変になったりとか、うん、物が入ってなかったりとか、そういうのもあって、うんうんうん、こうなるとこう揺らしただけで落ちちゃうから風で落ちるんですね、やっぱり。そういうことね。だからあんまり置いとかない方がいいと言われてます。 うわー、でもすごいね、本当に取るときにゴマが飛び散ってるね。飛ぶんで。うわ、すごい、ゴマ飛び散ってる。このゴマはまだ乾燥前ってこと？こっからさらに乾燥させて、ものの乾燥具合がちょっとどうかっていうのはもう分かんないんですけど、落とすための乾燥って、まあ、個人的には思ってるんですけど。じゃあもうこれはもう普通にもうゴマとして食えるような感じ。これバーって、まあまあ、乾燥もし上がったとしてもこの状態でこれがいっぱいあるんで、まあ、ゴミ混ざってるんで、あの風で飛ばして、あと洗って、洗った時のその水に浮くか浮かないかとか、下に石とかも砂みたいなのも入ってるんで、そっちも飛ばして、飛ばしてか捨てて、分けてやってるんですけど。畑を普通の農家の人はきっと恥ずかしくて見せたがらないかもしれない、うん、これがリアルこういうのなんで恥ずかしいんだろうね。いや、 やっぱり管理しきれてないっていうか、はい、まあ僕もそうですけど、草を退治しきれてないっていうところが、はいはいはい、あんま見れてないっていうじゃないですかね、まあ、がうまくできなかったっていう。ああ、まあそうか、ところも恥ずかしさじゃないけど、はい、しょうがないですよね、できなかったから。いや、そうっすね今回はまだ土作りの時になんか登録農薬のやつを巻いてはいないんだ。あ、そう、使ってなくて。使ってないんだ、ね、土壌処理をしなくしないんだもんね、今回は。んで、で、今回それがあるっていうのを分かって、まあ、次回からもしできればかなーと、はいはい、思ってるんで、来年はこうならないはずなんだ。今年のこの感覚的にはこれどうなんですか？結構できてるように見えるんだけど、過去、うんうん、5年、なんかね、すごいできなかったっていう時期が、から見ても、うん、まあ、いいか悪いかで言ったらどちらかといえばいい方なんじゃないですか、当社的に見たら。はいはいはい。ゴマロスすごいっすね目に見えて緑の状態でそれ乾燥させていくと茶色くなる。こうなって、ね、なるんだ。開いて、
お、ほー、これを閉めて、はいはいはい、あのヒーターで、ヒーター使うんだ、そう、下から早いな、早く上がるけど、まあ、はたまたそれがいいのか悪いのかは分からない、全部入りきらないんで、たまにこう軽トラの荷台に立てかけて置いたりとかするんですけど、はいはい、やっぱり北海道の秋口ってなってきたら気温も低いし、うん、曇ってることが多かったりとかして、うん、カビになりやすくてそっちはダメだったりとか、うん、こう比較的早め早めにこう乾燥を上げて行きたいんで、こうやってやってるんですけど、ちょっとちっちゃいですね、もう箱がちっちゃい、最初に作ったやつで、はいはい、遠見で、え、これ何物を入れると、はい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 、落ちるんですね、ここからして、このプロペラで風を送ると、うん、軽いのは風でここから外に出て、種がこっちから落ちて、はあはあ、落ちてみたいな、こう1番と2番に落ちてって、ゴミだけがこう外に出るっていう、へえ、でゴマはこの種の状態で普通は出荷する、 農協だったりどっかだったり、原料出荷になるのかな、はいはいはい、30キロの袋に入れて、はいはい、ごま専門に扱ってるところがそういうことをやってるっていう話は聞いたことあるんですけど、うん、うちは別にその取引があるとかそういうのはないんで、はいはい、で今はどうしてる、どうにもしてないです、どうにもしてないんだ、へえ、じゃあまあ家庭菜園みたいな感じ、じゃあ そうですね、そういう感じで、まあ、誰か欲しい人いればやってて、へえ、伊藤さんのゴマがもしかしたら、まあ、農協でも扱いがないっていう感じなのかな、そうじゃないですかね、か農協も売り先を、うん、まあ、農協に探してくれっていう話もしたことはないです、量も量だし、やるなら行ってどっかに販売するのか、そのまま原料でどっかに販売するのかって、そうですね、いや、うん、いるのもまあ手間だから、まあ、原料出荷の方が少し安いのかもしれないですけど、その方が楽は楽ですよね、稼げるんだったら、うん、言ってもまあ10キロも取れるかな、ああそういう感じなんだ、10キロの量がいまいちねピンとこないけど、5万の10キロって結構すごそうや、家に置いてあったらなくならないっすね、なくならない、マジでなくならない、絶対なくならない